こんにちは。今回は、ボリンジャーバンドの数値の設定ですね、解説していきます。数値の設定ですよね、ボリバンの、に関する質問すごいたくさん最近届いてるんですよね。ボリバンのミドルの期間って何に設定してますかとか、標準偏差のマイナス2プラス2ですか、マイナス3プラス3ですかって、いろいろいただいてるんですけど、このね、ボリバンの設定は完全にデフォです。デフォルトのまんま使ってます。で、デフォルトが何かっていうと、ミドルバンドが、20ですね、期間が。で、この上と下が標準偏差プラス2、まあ、シグマ2ですね。で、下がマイナス2っていう、もう本当これそのまま初期設定、そのまま使ってる感じにはなるので、特別なことは何もしてないですね。なので、そのボリンジャーバンドのその数値そのものが重要というよりかは、そのボリンジャーバンドによって、あれですね、発想をちょっと逆転してほしいんですけど、ボリンジャーバンドによって何を見極めたいかというと、トレンド転換のタイミングを測りたいんですよね、このボリンジャーバンドを使って、あくまでも。で、そのためには、そのボリバンのね、期間っていうのはそこまで重要ではないっていうことなんですよね。まあもちろん、このミドルが20期間から40になるだけでも変わりますけど、なのでそこが本質っていうよりかは、あくまでもこのトレンド転換っていうものがあって、その時に転換のが発動するポイントですよね。切り替わる、流れが切り替わるところで、このボリンジャーバンドを合わせると、ドンピシャでタイミングがつかめますよっていうところが大事っていうことですね。そっちに、フォーカスをしてもらえたらなっていうのは、思います。で、これは僕のプレゼント動画でも解説してるんですけど、メルマガ登録するとすぐ届くプレゼント動画で、このボリンジャーバンドを使った転換手法は解説してるんですけど、とにかく相場ってこうやって流れがありますよね。で、この流れがどこかで一旦弱くなる。こんな感じで。で、またためて、切り下がっていって、で、こういうふうになっていくわけですよね。で、この流れが切り替わるポイントを狙いたいわけなんですけど、そのタイミングっていうのはなかなかやっぱ分かんないものなんですよ。で、そのタイミングを測るためのこのボリバンのミドルっていうのがまあこう存在するわけですよね。こんな感じで。で、まあ、ここに、こうですよね。まあ、こんな感じで、ボリバンがあったときに、まあ、ここを拾いに行きたいわけですよね。この転換点、流れの変わり目を狙いに行くっていうのが最も理にかなってるっていうことなんですよ。で、前も言いましたけど、ここから仮に下に切り返さずに上がってきても、あ、流れはまだこっちが続くんだなって分かるから、すぐ損切れる。あ、違ったって。すぐ切り替えれるじゃないですか。でも、なまじこの辺とかで入っちゃうと、ここからこう落ちてきたときに、あれまだ上なのかな、どっちなのかなってね、はっきりしないんですよね。だから簡単には損切りできないんですけど。で、これはもうね、慣れてきたら、別にボリバンを使わなくてもトレンド転換の兆しが読めるようになってきたら、別にボリバンは使わなくていいんですよ。でも最初ってすごい型が大事なんですよね。やっぱり何かを習得するときって、型から入るっていうことがすごい大事。例えば、スポーツにしても、まず最初、フォームってすごい、大事じゃないですか。そのフォームを通じて正しい動きを学ぶ。一番エネルギー効率のいい動きを学ぶことによって、そこから個性が発揮されるわけですね。ちゃんと正しい動作を、基本的な動作を学んだ上で、じゃあ次に自分らしい動きっていうのが初めて出てくるわけであって、トレードにおいても、最初に、そのインストールしたい、脳に覚えさせたいのは、ちゃんとトレンド転換を捉えるための型なんですよ。で、それを誰にでも使える形で、
作ったのがそのプレゼント動画で解説してる手法、なんですよね。だからとにかくね、その何からやっていいかわからない人は徹底的にそれをひたすらそれだけを反復してほしいんですよ。でやっていく中で必ず目移りする時が来るんですよね。あれ、これよりもこっちの方がいいんじゃないかなとか、こっちのやり方の方がいいんじゃないかなみたいな。まあ、それはそれで別にそういうのが出てくるのはいいんですけど、そこでぐっと今やってることにもう一回改めて集中し直して、徹底的に反復し続けることで感覚の飛躍っていうのが起こるんですよね。なんとなくパッとチャート見た時に、ここ転換起こりそうだなとか、ちょっと違うなとか、なんとなく分かるようになってくるんですよ。その上でもう一回ボリ板を使ったエントリーを使っていくと、より相乗効果でタイミングを捉えられるようになっていくので、とにかくまずは最初1個、1つに集中する、1つを反復する、でなかなかうまくいかなかったとしても、その時期にコツ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 とその練習を積み重ねていくってことをやることによって、まあ、いずれそれが潜在意識に入るので、で、あ、なんかできる気がするな、あ、これやり続けたらなんかいける気がするなっていうのが出てくるはずなんですよ。そこまでとにかくやり続けてほしいんですよね。その感覚が出てくるまで。そしたら上達ってすごい早くなるので。ということで、ボリバンのその設定値と合わせてぜひ参考にしてみてください。